どうも、翔平です、さっきの試合はひどかったちょっとね、そっとロビーから退出しました、うん、アバカンのね、ストックを出すためまたやっていきたいと思います。気を取り直してね。お、途中参戦じゃないのか。いいね、スタジオやりたいね、スタジオスタジオ好きですね。あれぐらいの中規模マップが俺は好きかな、あのスタンドオフとかね、そういうぐらいのサイズが私一番敵を探しに行かなくてもすぐ敵がいるみたいなね、マップでいいですね。今回は、リフレックスと、クイックドローをつけてやってみたいと思います。リフレックスのあった方が戦いやすいかもしれないですね。私ちょっと以前そのなんていうかな、ストックで合わせられない分ビタエもするんだったらリフレックスかな、わかんないけど、ゾンビではね、リフレックスがついた状態でプレイできるんで、それで慣れてるのかな、少し使いやすくなるんですよ。気休め程度ですけどね。頑張ってこうぜ。頑張ってこうぜ。もう負けたくないぞ。とりあえずですよ。味方がどう動くかはまたわからないですけれども。スナイパーはね、絶対何人かいるんで、まあしょうがないですけども。結構上手い人も多いんでね。期待してますぜ。期待してますぜ。その正面はね、いつもスナイパー張ってるんで行かない。スモーク投げて、そっちは、いや、OK。とりあえず B 入ろうか。味方はそっちを押さえてくれてるね。じゃあ、いやー、そっちか、うわー、ナイス。最後にジャンプしてくれた人が引き継いでくれた。これですよね。やっぱ入ってくれるんだったら全然文句言わない。なんでもいい。OK。取ってくれるんなら OK よ。B 入ってる。よし。そっち大丈夫。UAV か。落とすぞ。こんなとこで落として大丈夫か。ちょ落とします、とりあえず。それ、よし。いやー、ちょ、倒した。ありがとう。そこ、うわ、危ねえ。びっくりしたー。こっち側から C を押していこうか。そうすると向こうリスになるんですよね、完全に。よし。味方があっち側から A サイドから押さない限りは、ちょっとガーディアンをね、ここに。ちょっと、やめて。死んでない。よし。よし、オッケー。虫焼きになるがいい。B 取られたか。よし。そこ止めてる。入ってこないで。よし。あ、ちょい。やばい。リロードせー。まあ、しょうがないけど。B も A も取られたんだ。縦意識あるね。いいね。直線はいない。中押さえてくれたんで入ります。味方は向こうで湧いてますね。いや、来てる。B スルーしてね。これちょっと、やばい。ちょっと待って。UAV、やおナイファーすごいね、あんた。トマホーク持ってるナイファーか。そこ。よし。あら、ちょっとずれちゃうな、やっぱり。あの微調整難しいですね、ストックないと。ビタってエイムが合わせられないんですよね。だから下手ってことなんですけど。あ、やばい、いる。ちょっと、どこ行くんだった？ちょい、そっちからしようか。2点確保してくるね。ちょっと、縦意識高いのかな？味方よりなんかありそう。やばい、逃げろ。それ、おう、アップね。また入ろうぜ。前を押さえてくれた。そう。よし。うわぁ、上にもいんのか。さて、とりあえず、カウンターね。それは違う。落としてくよ。B 入ってくれてんだ。えらい。よし。じゃあ、手伝いに行くぞ。それ。多分ね、向こう側から来るんじゃないかなと予想してるんですけど、どこだ？RC がそっち行ったから、やっぱりこっち側から来るのかな。こっち取ってますね。それ。いやー、早いね。ちょっと、やばい。味方もうちょっと旗回りで防衛するかしないと、簡単に取られちゃうぞ。この間 B 取られちゃうときつい。やめてー、俺は。あー、取られなかった。OK。B 大丈夫だった？やばい、そこ。うわー、上にもいんのか。ここ、開くと辛いですよね。結構押し込まれて。そこ。よし。やばい。どこ。そこにいんのか。
敵はしっかり旗入って2点を取ってくる形ですけど、オッケーオッケー、後ろ後ろ後ろ、いや気づくの遅れた。とりあえず落としていこう。やっぱね、あのゴースト使ってない人もいるんで、落としてあげるのはやっぱ大切ですよね。特にカウンター内がねきついですよ、私にとってはね。そこよしよし、あ、そんなん使ってる人いんだ。やばいやばい、うわー、今のはちょっと軽率だったな。あ、いる、あぶね、よし、 C 入ってるってよ、ちょっとやばい、全取りされる全取りされる。そこよしよしよし、あ、いや、ちゃーダメか。敵のトップうまいね、多分結構やり手ですぞ、多分中にいる。それ、いや、あー、ずれちゃう、そこずれちゃうか。敵のトップが結構勝ってきて、多分ドミネイト、またきつい試合になりそうですな。でも味方頑張ってくれてるんですけどね、ちょっととりあえず取り戻したい。最後に入ろうぜ、味方上にいる人ダメか、そこにいる人あんま意味ないな。まあまあまあ、うわ、やべえ、よしよし、B 方面を抑えてくれてるんだったらそこにいる価値はあるんですけど、やばい、ちょっと、あじゃーん、頑張ったんだけどな、結構点差開いちゃいましたね、22点差か。16の4って何してんだろうね、でもね。ヒルスト出してくれてんだったらいいですけど、ちょっとなんか実力差があるのかな。そんなにひどい試合じゃないけれども。適度に旗入ってくれてね、前押さえてくれたら私は文句は何も言わないんですけれども、なかなかうまいこといかないんでね。とりあえず、ちょっと味方も抜けちゃうからね、頑張っていきたいと思います。上にいる。上にいるぞ。あー、何？いるんだもん。敵入ってくるね、ちゃんとね。偉いわ。それ。とりあえず、いない？オッケーオッケー。A が、A 取られてるってよ。大丈夫か？よし、そこ。いや、ちょっと、うわ、ずれちゃった。ずれちゃった。ちょっと、スナイパーさん、そこの直線はね、もうちょっと前に出た方がいいよ。B 周りで狩ろうぜ、狩るんだったら。そこ、やばい、うおい、なんだこの人、すげえな、おい。ナイファー。ナイファーすげえな、おい。ちょっと、B、B 周り、今取れる形じゃないこれ。よしよし。あー、取られちゃうの？そっち大丈夫、そこを視界消してこっち見ようか。多分ね A の方行ってると思うんですよ。いや、どこどこどこ、上か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 、だ、取れそう取れそう、頑張れ頑張れ、取った、ナイスナイスナイス、いいですね、引き継いでくれるのは助かるわ。それ、よしよし、とりあえず A なくなるぞ、これ多分 A なくなる前に C をいただく。 B 見といてね、 B 見といてね、UAV、UAV 落とす、落とす。OK。ナイスオールフラグ、ナイスオールフラグ。点差縮めてこうぜ、点差。後ろから来るんじゃない？あ、来てるね、来てるね、来てるね。それ。いやー、ほんとに。いやー、ストック欲しいね、ちょっと。ちょっとずれてね、その微妙な差が。そこ。よし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 。よしよしよし。ナイスオールフラグ。いいね。ここに来て、味方の旗意識が復活してる。C は大丈夫。よしよし。そこ、出てくるぞ。OK。やばい、うおーチラーっと出てきたね。いや、こういう取り合いになるんだったら私好きなんですよね。ナイスナイス、入ってありがとう。入ってくれてありがとう。B 入ってるぞ。B 入ってるぞ。直線。やばい。あー、味方の？そこそこそこ。ナイスナイスナイス。あのハンドガン縛りの人入ってくれてるね。すごい。うまい具合に私のデスを引き継いでくれるから。あ、敵抜けたんだ。ちょっと勢いなくなったと思ったら。いっちゃう？ちょっと A 入るよね、このパターンは。いるか。そこ、うえい！ 2 人か。2方向は辛いな。A は、しょうがないですね、ちょっと。3点取りをね、結構維持できるマップでもあるんですけど、こっち脇の時は多分できないですね。よしよしよし。向こう、あやーおー！ A オークサイド脇だったら3点取り結構確保ね、し続けられることがあるんですが、逃げろ逃げろ逃げろ。来るぞ。そこ危ねえんじゃないの？あ、ほら、やっぱり。ドアに近すぎるよ、あんた。いた。それ。よしよし。逃げるんだったらもうちょっと中入んないと。あいやー、KSG。あるね。俺も最近 KSG 使ってないから、また使おうかな。
ケース陣面白いですよね。よしよし。あ、いや、おぉ。やるね。ケース陣ね、やっぱ使ってて一番面白いショットガンなので、そこ置いてあるね。取れないかな。そっち消して、こっち。やばい、うわ、ショッティ多くなってきたね、ショッティ。ショッティ多いと、オッケー。家の中とかね、入り口とかで勝てなくなっちゃう。こういうとこ、うしょー、危ない。もう一人いるな。奥に一回逃げる。一回逃げる。UAV 落としたいんだけど、ないな。やばいやばい。いるいるいる。オッケー。もう一人こっち。よし。よし。オッケー。二人抜いた、二人抜いた。まだ来るよね。そこ、ごめんね。で、C サイド押してるから、A 取りに行こう。A 取りに行こう。今取れる取れる取れる取る。押せ押せ。オッケーオッケー。いつもよりか逆転してるから、いい感じいい感じ。全取り効きましたね、やっぱね。ナイス。ここ置いて、邪魔して B は大丈夫ね。上も、うわー、うまい。今早いタイミングですね。あれぐらいのタイミング打たれちゃうと、中距離勝てないので、少し上手い人だと、いやー、本当に。おー、なんかすごい振って、ミサイル飛んできたぞ。そこ、よしよし、まだいる、まだいる、まだいる。後ろ、そこ。ナイスナイス、ありがとう。もう勝てるね。30点差結局ついたか。最後に C 取りに行こうぜ。最後に C。A 苦戦してるぞ、ガーディアンで。そこは大丈夫ね。C 最後に取っちゃおう、取っちゃおう、取っちゃおう、取っちゃおうぜ。オッケーオッケーオッケー。B は B 入ってる。よし。もう一人。よし。あー、ちょっと、あー、ナイスグレネード。そこ、やっちゃおう楽しかった。楽しかったな、死んだけど。27回も死んだのか。味方とのなんかポイント差がすげえな、おい。でも今回の味方は結構頑張ってくれましたね、後半ね。全取りしてくれたんで助かりました。逆に敵は抜けたのかな。ナイファーの人11キャプチャーか。すげえな、おい。10キロの36ですもん。11キャプチャーしたら大したもんだ。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。